アマージョッパーと資質の部屋。よっよっ来たね。何来ましたね。前回やって、うん、はい、ついに今回、うん、来ました。第2作案件、はい、あ、うん、案件で、いやいや、オフィシャルで、いやいや、来ました。いやいや、演劇だ、舞台やってる。あ、舞台ね。おかげさまでマキシマ。マキシマ。マキシマ。マキシマで。案件じゃないです。え？案件じゃないです。やっていいですかそれ？前回やったから来たんじゃないの？いやいや、全く来てないです。全くゼロ。え？ワーナーから。これはだから僕らが気に入ったんで次をやろうってずっとダジャレを考え続けてただけ。アリーバッターに続いて。アリーバッター。アリーバッターと賢者の飯。次が、アマージョッパーと資質の部屋です。秘密の部屋。あれなんだよ。だからあのヤニースッターと炎のニコレット。うん、それさ出したやつ決まってんの。休みのやっぱりゲストに呼んで、出演者向けのやつ、タバコと禁煙パッチとか試してみる。ないとないでしょあんなの。見たくねえよそんなの。あ、聞く聞く聞く。聞かない聞かない別に、ね。今日は違うでしょ。今日はだからアマージョッパーと資質の部屋なんで、はい、皆さんアマージョッパイ、はい、組み合わせの食べ物をいろいろ試していこうと、はい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 。でもなんかこのチャンネルで散々言ってたんですよ。そう、アマージョッパイレシピはまず成功しない。そう、難しい。オリジナルレシピとかやるけど、そう、もう無理だからやめてくれって。アマージョッパー、もやけどね、味が、うん。でも今回は逆にそこに行ってみよう。一個でもじゃあ正解があれば、そしたら大成功。これはすごい。今金賞の棚を開きます。アマージョッパーの方、アマージョッパーは。というわけなんで、難しいから。やるぞ。この音。嘘つきのない。はい、はい、私アマージョッパーとして持ってきました、はい、今回、うん、もういきなりですが、うん、禁断の魔法え出ちゃうかもしれない。出ちゃう、ちょっと、あの食らったら必ず死んでしまう。これチラです。え、何これ。こちらは油揚げを豚のベーコンで巻いた、まさか油揚げ豚。油揚げ豚じゃん。油揚げ豚、法律で禁止されてるだろこんな。こんなもん食わすなよ。きっと美味しすぎて禁止されていると思うんですよね。稲荷の甘さってあるじゃないですか、うん、だしの、だしの、だしの、それとベーコンのしょっぱさが相まって、なるほどね、おだしの甘さを焦点してしまうぐらい美味しいんじゃないかと思います。ちょっとイギリス感はあるね。確かにこれ結構変な色味、変な色味。油揚げには見えないからまず。資質の部屋かもこれ。これ資質の部屋だよこれ。油揚げ豚食べてください。いただきます。重たい。確かに稲荷の甘さ、甘さもあるし、しょっぱさもありますね。うん、お弁当だね。うん、でもアマージョッパーっていうからね、もうちょっと甘さも、もっと甘かった方が良かったね。まあ、しょっぱいっていう。でもうまいな、爽やかな甘さだね。うまくはある。全然うまい。しょっぱが強い。どうしたしょっぱということですね。なんかこういう日のお弁当もあるよねっていう感じですね。ありでとか、うん、まあいいんじゃないですか、この滑り出しは。どんどん次行きましょうよ。していこう、はい、うん、じゃあまずね、私からは、うん、何これ、何これ、ホットドッグを、はい、なんか甘くしました。なんか甘くしました。ホットドッグってケチャップとね、マスタードとかで食いますけど、はい、ほぼあれドーナツとかの生地じゃないですか。あ、確かに、確かにね、はいはいはい、だからもう甘いの染みさしてもうめんじゃねえかって。染みさしてるアメリカンっぽい、うんうんうん、チーズは分かる。チーズと白白白で、チーズ白とバター。あー、あー、うわー、脂質だなー。脂質の部屋だな。アメリカかも。もう抜いちゃうか、うん、確かに。まあ、まあ一個余らしながら、いいんじゃない。はい、あ、これも杖にね、あ、岩床の杖に。確かに確かに似てる似てる。オリバンダーにこれ出されたらお前は、オリバンダーが今食ったやつだろう。これがいいんじゃない。端っこに、端っこから出してきて、これがうまいんじゃない。これでもない、これでもない。はいはい、行きますか、じゃあ、行っちゃうかな。うわ、ずっしょり。うわ、匂いやばこれ。うわ、うわ、匂いやばこれ。遊園地。あ、まっか、映画館。映画館、映画館だ。ディズニーこれ。いただきます。いただきます。うわ、うわ、じゅわ。うめえ。うわ、うまい。うわ、じゅわ。うわ、これぞ、これぞアマージョッパー。アマージョッパー。これは、
いいね、ディズニーの味が。確かにそう、持たれるなこれ。海外のユニバーサルスタジオですよ。すごい。でも確かにあってもおかしくないけど、全然ある、うん、あるあるある、あるカートゥーンがこうやって食べるやつ。そうそう、どっちょキャラが、どっちょキャラじゃないから、いいかも。これぐらい甘くないと思う。そうなんだ。確かに確かに、それぐらい甘くない。重たいけど、重たいけど、めちゃくちゃうまい。うまい、うん、うまいけど重たい。あー、あー、どうしたどうした、ラッキーさん。あー、目が、目が、あの人じゃん、あの人の名前つけてるやつ。なんだっけあいつ、ブーティーになってしまった杖ついてる人じゃん、ね、てたんだ。最初は嫌なやつかと思ったけど、重たすぎてムーティーになってしまった。目がムーティーになっちゃう。まだあるじゃんまだあるじゃん。ムーティーはね、ムーティーはまだやってなかったね。はい、じゃあ私行っていただきます。いや、うん、ちょっとやっぱりね、うん、頼むよ。質の部屋といったら、あら、これ、卵焼き、これはもうオムレツ。オムレツ、ちょっとしょっぱめのもうバターたっぷりのね、しょっぱオムレツ。これを小倉あんバターをたっぷりつけて、あら、これたっぷり乗せていただくということで、これまさに、はい、小豆オム。まずね、まさにこれが本当の小豆オム。まさにそんな呪文あったんです。いや、あのトムリドル。トムリドル、トムリドル。え、な、並べ替えたらあの小豆オム、小豆オム、小豆オム。これやってきます。室の部屋と言ったらこれですか。マジかよ、大げっぱきや。うわぁ、なんで卵にあんこを乗せたらダメなのかって言われたよね。確かにね、まあ確かに卵なんね、使うわけだ、使うからね。じゃあ、あずきオム、うん、はい、いただきます。いただきます。うん、なんか、うん、なあ、うん、なんこれ、なんこれ、なんこれ、うわぁ、え、いやぁ、ぴったりぴったり、もっとあんこ欲しいかもな。えぇ、なんこれ、うわぁ、あぁ、えぇ、いや、うわぁ、あぁ、やだかも。もっと混ざればよかったのかな。ちょうど、いや、なんでもない。なんか嫌だな、これ。すげえしょっぱい。しょっぱい、そう。すげえしょっぱいオムレツが。オムレツが。すげえ塩。すげえ塩。すげえ塩。え、すげえ塩。すげえ塩入れたんですか、これで。ね、すげえ塩。塩辛くなる呪文かけて。すげえ塩。すげえ塩。すげえ塩。すいません、すげえ塩すぎたわ。ちょっと甘じょっぱだからしょっぱくしようと思って。塩は。組み合わせ自体は良さそうだけど。別にね。これはちょっと良くなかったな。はい。はい。まあやっぱりね、ハリーポッターといえば、あるんですよ。あるんですよ。ある、何がこれっていう。え、甘じょっぱがあるんで、うん、それをもうそのままやっただけです、僕は。何、何、何、えー、気になります。ハリーポッターではこれですね。はい。何それ、うなじゅう、あずき、チリ、ペッパー。全然違う。全然違う。うなじゅう、あずき、チリ、ペッパー。マジかよ。チリ、ペッパーでは。あなたはチリペッパー。あなたはチリペッパーではない。フィンガーディアムレビオーサ。全然違うじゃん。ディアムレビオーサ。なんでマグロの小豆。またあずきチリペッパー。全然違う。しかもうなぎじゃん。高いでしょ。あずきかぶったでした。なんなんだよ。あずきかぶったとあずきから。あずきかぶりの囚人。あずきかぶりの囚人。あずかぶりの囚人。あずかぶりの囚人。あずかぶりの囚人。小豆はバンにしよう。これうな重、はい、イエーイ、まあ、うなぎのタレをかけまして、いやいやいや、で、まあ、小倉あんのベースと、ただここにちょっとね、チリペッパーというちょっと海外のしょっぱさではないけどね、新しい要素しか、ね、新しいね、それは。山椒かけんじゃなくて、山椒ではなくて、小豆とチリペッパー、小豆とゲンタもこれ、好物になる。これ食ってたら嫌だ、ゲンタが。これはもう今日しか食わないかもしれない。いやいや、激うまの可能性ありますよ。激うまの可能性あるか。いただきますか。いただきますか、はい、うな重小豆チリペッパーいただきます。いただきます。あれ、いや、甘くなくない。うん、うん、あれ全然意外と食えるかも、うん、小豆消えちゃった。小豆消えて、うん、チリペッパーは意外といいか。ちょっといて、うなぎうまい、うなぎうまい、あれ意外といける、うん、なんか山椒の延長で、うん、なんか、うん、なんかタレの一部みたいな感じ。そうそうそう、でも甘くないかも、全然、うん、甘くはないね、うん、なんかうなぎがうまくなってる、あんこのこれで。お、なんかね、うん、甘みがより成功ってこと、油が強くなってんのかな、うなぎの、うんうん、なんかね、あ、あ、すごい、かき込んだ込んだ
ありじゃん。ありあり。でもやんなくてもいい。もちろん見て真似する人いたらちょっと甘じょっぱではないようなね。まあ確かに、まあ、確かにちょっともう一声欲しいな。だからうなぎのもう一個別の食い方みたいな。甘じょっぱ。はい、うん、今日私は、うん、甘じょっぱの学校の先生を連れてきました。うん、え、はい、誰だ、みたらしたこ焼きかけ先生ですね。ないミネルバマクゴナガマクゴナガ先生全然違えじゃん。いい加減にしろよ。聞いても分かんなかった。たこ焼きにみたらしをかけて、あら、いやでも見た目もいいですね。団子でまあ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 いけるんじゃないかな。ちなみに五平餅バージョンもある。五平たこ焼き、あたこ焼きにね、たこ焼きに和でまとめればおかしなことにはならないんじゃないか。なるほど、なるほど。ダイヤゴン横丁名物と言われてる。確かにね。不思議じゃないし、日本っぽさはなくなっている。ハグリット食ってさ。確かに。怖いですこれ。よくわかんない。こっちから食べて。こっちから行きますか。みたらしって団子以外で使うことないんですよ。まあ確かにそうだわ。みたらしたこ焼きかけ先生ですね。全然違うんだ。違うんだ。いただきます。いただきます。うん？んん、あー、もっとかけてすぐたこ焼きになっちゃうじゃん。なんか足りない、ピースが足りない。もっとかけてる、甘さが足りないか。もっと大量につけていいんだこれ。そうだ、でもありだな。方向性はうまい気がする、うん、でもうまいわ。たこ焼きが強い。そう、後から後からネギとか紅生姜、そうだね、生姜の味がするって出てくるから。まあこっちはどうだったらしね。五平餅、五平餅バージョン。じゃあ僕一個かな、うん、で愛知なんでね。あ、確かにね、一カゴンあります、はい、味噌でね。味噌だれ一カゴン横丁ですよこれ。あ、面白い、面白い、面白い。最初一カゴン横丁って言っちゃったね。全然違うとこで、違うとこで。いただきます。うまい。あ、うまい、うまいんだ、うまいけど、うん、甘じょっぱとかじゃない。あ、甘くない。普通になんかごまのうまい。ああ、ごま味。ごまうんま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 。なんでもないんだよ。元は何なんですか。うまいわ。食べてみよう。恐らく食ってみよう。食べてみようかな。捕まえれるこれ。あ、これ、ごまのスニッチじゃないこれ。ごまのスニッチだ。これ、捕まえろ。捕まえろ。捕まえろ。ああ。ああ。確かに飲み込んじゃうからね。なんかうまい、普通にうまいよね。なんか歴史浅めの郷土料理。わかるわかる。ありなんだ。ありありあり。これは全然あり。もっと大量にバタバタ。そうだね。もうね、思い切りがね、ちょっとビビっちゃったかもな。はい。はい。二作目も持ってきました。どう？なんかもっと料理じゃなくて、軽いスナック感覚で甘じょっぱを楽しんでもいいんじゃないかな、片手間にみたいな。いいね。思って、まずこちら。え、ブルボン、これね、あの穴が開いてラングドシャロールみたいな違うけど、ここにしょっぱいものを詰め込めれば、うん、詰め込むすごい便利に食えるんじゃないかなと思って、うん、っ細めのウィンナー、入るそれ、フォークビッツを入れたらどうなったかというと、あ、回るの、こちらですね。はい、え、こうなりました。ダメじゃない、ちょっと見えない。ああ、これか。これなんか老人の指みたいな。怖いな。なんか怖い、確かに。怖いって。拷問された後みたいな。なんか怖い。建前にいいんじゃないかな。ええ。不思議な感じでちょっと。いや、世界観にも合う。世界観にも合う。合ってる。これ、絵みたいな。そう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 。うまいみたいなパターンあるか。特徴あるな、なんか。1年生の授業だ。これ、そう。怖えな、ひよっこはこれで。いただきますか。いただきます。いただきます。ね？しんなり。チーズ？うん、なんかスモークチーズの味しない。本当だ。チーズ、なんかチーズの味する。チーズになっちゃった。チーズジャンボ系のチーズ。チーズビッツを詰めたらチーズになっちゃった。魔法だこれ。なんだよ。天だ。こんな魔法仕込んだ覚えないよ。なんともないかも、あと。確かに。うまくもなって。ちょっとしなっちゃったな。そうですね。これはもう座れるわ。え、あ。いいよいいよ、新要素いっぱい出てくる。いいよ、リメンターちゃんと座れました。え、なんか欲しいですか。え、え、
すいません、お尻触り妖精のモミー。なに急に何関係ない何よ、ママモミーは悪い子。モミーは悪い子。本当に悪い子。本当に悪い子じゃん、お尻触り妖精は。新要素入れてから。何なんだよ。新要素か。新要素か。はい、私からはこちらでございます。うん、え、なんこれ、なそら。お好み焼きですね。え、気持ち悪いな。甘じょっぱお好み焼きということで、生地はですね、ホットケーキミックス。うわー、ベーコンを引きまして、おー、生地の中にフライドポテトを、キャベツの代わりに。アメリカだな、質の部屋にぴったり。ここで、バターで焼いた、卵も、卵も。すごいね。しょっぱ甘両方あるはずですよ。誕生日にハグリッドが持ってくるやつ。ああ確かに。持ってきそう。ハリきっとうまいぞ。何これ。ハグリッドに任せて。確かにこれはすごいね。かわいそう。わあ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 。しずったしずった。すごい。これじゃあ。すごい。もう。わあ。すごいすごい。わあわあ。うわ。うわ。重たい。いただきますかこれ。いただきます。うん、おはっ、うん、おぉ、うわー、強っ、これ、うん、うわっ、まあ、さらにシロップかけた方がいいかも。うんうん、しょっぱいが勝ってるね、ちょっとこれメープルかけよう、メープル、生活習慣病の味だわ。あ、全部合わせるね、メープルかけると、あ、美味しい。メープルかけるとあれだ、なんだっけ、マックのグリドル、グリドル、グリドル、グリドルだね、グリドル、グリドルで、うわっ、眠急に眠い、顔真っ赤になっちゃう、顔変わっちゃった、これガツンと、うーん、感じでごま麦茶、あ、出た、え、もうないだろ、ごま麦茶を呼び出すみたいな、ドラえもんだったし、もうないだろ、はい、うん、僕カステラに着目しました。あ、いいじゃん、カステラ、甘くて美味しい、美味しいよね、これをどうにかしてしょっぱく食べれないかなってことで、はい、カステラのお刺身、うん、これわさび醤油、わさび醤油でちょっと行ってみて、そんなやついねえだろ。お刺身って何なのよ。お作り、お作りですよ。なんかシクイビトとかってこういうの食ってそう、こういう変なの食ってそうだもん、カステラの刺身、はい、はい、いただきます。愉快、愉快。おい。わおい。やべえ、こんな料理作ってたらあいつ来ちゃうかも。あいつに。あいつ。そっち。こっち。こっち。悪い子。名前は言っちゃいけない人だよ。そうだよ。なんか聞こえるな。え？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 聞こえる。アマジョッパー。この声は。え？あの方が目覚め始めた。やべえ。これはさすがに目覚める。これはさすがにこのまずさ、わさび醤油の味しかしないの。寿司屋のスポンジの味。でも寿司屋の百味ビーンズ採用です。寿司屋のスポンジ、ニリクソ味の横に、横に寿司屋のスポンジ味が。はい、うん、というわけで、うん、甘チョッパーと脂質の部屋でしたけど、はい、いや、すごい部屋でしたね。もう二度と来たくないね、この部屋。もううんざり。必要な時ないかな。はい、というわけなんで、はい、またやっぱ次回のシリーズで、あ、今度なんだろうね、第3作なんで、シビカラのを食べる、シビウスカラックっていう。シビウスブラック、いいじゃん、いいね、中本の社長が。新聞で。どこで、はい、なんで中本が。かわいそうじゃん。捕まってない。まずかまに捕まって。中本社長。はい、というわけで、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。聞こえるかも。え？あの声が。え？近い。え？
おもころイベント開催決定。よっよっしゃ。1月の21日、うんうん、夜7時からおもころデスゲームを開催させていただきます。デスゲームか、デスゲームね、皆さんは、ね、パネラーとして参加するということで、はい、内容一切知らず、はい、そして加藤さんは普通にただ出ない、うん、そうです、うん、家にいる家にもいないです。家にもいない。もう2ヶ月前から予定入れてたんですよ。そうだ。ここのね、パネラーとか、はい、他のライター陣も盛りだくさんで、うん、あの会社今総動員して、うん、あなたたちを殺す策を殺すなよ。殺すなよ。じゃあ減っちゃうかもしれないの、イベントの後。いや、まあまあまあ、うん、所詮ゲームですから。いや、怖いよ。お遊び、お遊び。所詮全部、お芝居、全部ゲームですから。逆に怖いよね、そういうの。ごゆっくり楽しんでいただきたいということで、7つのゲームをね、私たち今用意している最中でございます。これ全て趣向の違う命がけのデスゲームとなっておりますので、どうですか皆さん。いや、もう僕らただ生き残りをかけて、そうです、精一杯やるだけ、精一杯舞台上でやるだけですから ね、この顔がおっとなんだこいつ、なんだよ、まだ俺たちの強いから。3対1の今こいつを倒せば終わりだって。確かに。でもあの多分ね、うん、過去一盛りだくさんな内容になっていると思うので、はいはいはい、最後の瞬間をぜひご覧いただきたいなと思います。します、ぜひ。1月の21日ですので、うんはい、お忘れなく、はい、よろしくお願いします。オンラインで買えます。あ、オンラインチケットがあると、うん、オンラインで買えます。おいくらですか、これ。おいくら、うん、それぐらい自分で調べなさい。下に書いてあるのかな、概要欄にね。出てるみたいです、うん、ゲームは始まってるか、ゲームは始まっているかもしれませんね、うん、情報戦だ。